まあ、だからどこの実力を上げる場合にはポンプがどのぐらい深く正確にできるかっていうのは一つですね。これは免疫力、生命力を上げると長持ちするじゃない。だけど患者さんは長持ちしたからって言って必ずしも喜ぶとは限らない。わかんないから。だからその場で帰るときに楽になったっていうのが一番大事ですよ。となんか残すとダメなんだよね。だからいっぱいやった後、それを残さないようにするっていうのが大事で、そのパターンをいつも言ってるようにポンプでやって、で減らしておいて、でフレクションやって、でそのフレクション取って、可動法っていうこの辺を、それからエネルギーもブロックを最後のところで、今みんなが使ってるのはあれでしょ、ベストコンビネーションでしょ、ベストコンビネーションでポンプしてるわけですよ。あれは使ってないかな、気持ちがいいブロックと同じような。あ、じゃあそれでポンプすればいいですよね、最後の方はですね。でもポンプが強いと、最後ブロックのかけて置いておく方がいいのかもしれないね、デリケートな人は。だから患者さんの使い分けだね。僕なんかも経をいっぱい取ってる人いるでしょ、それから全然やんない人、それと下垂体だけの人とか、船の使い分けだね。だから生命力のない人にそれ以上のものやっちゃうと逆に生命力が足んなくなっちゃう、余計具合良くなっちゃう。僕の治療の A 型とみんなの違いはっていうのは、ベストコンビネーションが例えば今みんながこのぐらいの状態でやったとするよ、このぐらいの状態でやると出るもの違ってくるわけ、反応してくるものが。だから急性で取りやすいものは圧力を上げれば上げるほどなくなっちゃうわけです。それで強い古いもの、体質的なものが流れを強くすればするほど慢性的な、いや深いものっていうか、その人の体質的で悪いものが出てくると。だから同じ時間治療しててもポンプの深さによって出てくるものは違うわけです。だからポンプが上手だったらば急性的に悪い人は彼におかげですごく楽になったっていう感じは出る。だけどその反面、その今日悪く痛くなかったところが出てきちゃうっていうのがあるから、それを残さないようにしないと患者さんが悪くなったというふうに思うから、その辺を残さないやるのを今日練習しましょうね。違うのが出るかどうかですか。この後 L3 を押して、L3 を押したらどうか、L3 を押してみてください。なぜ21番が出ないか、耳に出ないかというと、みんないっぱい取ってるから。取ってるから。だからみんなが押した時には、そこは出ないから。L3 をしても足な変わらず下肢な気がする。まあそうですね。そちらも変わらないですね。こちらも変わらないです。はい、そうしたら、脾臓だから左の脾臓の部分を押す。こちらは足を押す。はい、そちらは肝を押す。これが特効法で出てるわけですよ。特効法で。特効法で出てるんだけど、特効法をやらなくても、そこのところに対して、ポンプをやる。ベストコンビネーションでポンプをしていく。そうすると、体液の流れが良くなるわけですよ。そうすると、特効法をやらなくても済むわけです。ここまで圧力を上げといて、その圧力を利用して、そこの部分を、これ、キーマンポンペっていうけど、
ナチュラル再生法でもそこにあるわけですよ、当然。だからこの圧力を上げた状態で、じゃあフレクションやったら、ナチュラル再生法が出てくるかというと、出ては来ないわけです。圧力も上がっちゃってるんだから。だから、それ今一応直したら、はい、そこで、フレクションやってみましょう。そうすると自分がやってることも何やってるか大体分かるじゃないですか。そうするとやっぱり足なんですよ。そちらは脾臓なんです。こっちは胆のうなんです。ですから今ポンプしたところは特効法じゃないけども細胞活性が起こってる。ポンプやって圧力をかけたら特効法やなかったけど、その下の細胞活性が取れてきてる。そうするとじゃあずっと取れてくるかっていうと一定のところまで取れるとそれ以上取れないんじゃないかな。6、7やってれば取れるかもしれない。だから、ね、人によってはそれが必要なくてナチュラル再生法になるかもしれない。だから今は細胞活性取ったんです。だからそこでフレクションもやりました。だからこれで取るのは今度はナチュラル再生法なんです。だからその3つ、だから特効法をあえてやる必要ないでしょっていうね、老化治しても、必要十分な細胞活性は起こらないってこと。だからそれはやっぱりポンプが上手にやらないと起こらない。だからポンプを上手になるってことは相当患者さんの治りが慢性的に悪いものを治す能力が上がってるってことなんです。だからそのところに自信を持って、あとは患者さんにそれを、上手に示すことができればね。だからポンプをなるべくいっぱいやっとけば、その人の一番長年苦しんでるものが一番出るわけですね。まずナチュラル再生法を直しちゃいましょう。あれもうどこでもいいからやれば治っちゃうわけです。そうしたら6、7と L3 じゃないところでポンプやる、深いポンプを、まあ、じゃあ11番で深いポンプやってみよう。そうすると特定の場所が出てこないんです。そこだと、だから6、7と L3 やったらそこを押すと特定の場所じゃなくなるんです。だから全体に圧が下がる。だから全体を免疫力を攻める場面には 67L3G1 番、67L3G1 番と全体の免疫力を攻めるのが上がってくるわけです。いいですね。それでじゃあその時に残ってるやつを67と L3 やって、それで特効法で取るんじゃなくて出たものをという状態で、だから67と L3 効果で取る。67でやった時に頭がでかいから、同じ圧力が上がってても L3 やった時の方が内臓の圧力が上がるわけですよ。頭が小さくなってるから。だからやっぱり67やって L3 やって、それで出てる内臓をっていうふうに持っていけば、まだちょっと出にくいね。まだ出にくいっていうのは、67のポンプが浅いってことです。67のポンプが浅いんですよ。だからその時に67ポンプして、でその状態で持っていった。そしたら、広背筋をしっかり反らせて肘を寄せる。肘をしっかりもっと寄せる。そうするとこれ出てきましたね。こちら元足です。さっきも足でしたよね、はい、また足です。そちらまた、タンモ、またタンモ、そちらまた皮膚です。だからやはりその67と L3 でやって出たところっていうのはそんな簡単に取れないんでね、取らないと。それ特効まで直しちゃったら取れちゃうんですよね。ああ直してみますか。じゃあ
特攻法で7番、こっちは足。足。こちらタイム。直したら、6、7をして。あ、もう足直しましたね。はい、あ、そしたらまた6、7をしてみましょう。これ僕が治療するとまた違う結果出てきちゃうんですよ。僕が治療すると何が違うのかというと、特効法をやらなくてもみんなが特効法をやった以上の治療が老化現象と細胞活性で取れちゃうだろうと。あ、みんなの特効法よりも僕の細胞活性の方が強いと。人前頭線やそちらも前頭前、そちらも前頭前、3人とも前頭前前頭前やろこれ頭もおかしい感じで今日これコロナで前頭前が出ちゃった場合は頭ポンプする、頭ポンプする、こういう場合で前頭前が出ちゃう、前頭前や今度どっちやらしいですか、頭でポンプするのは難しいんです。ウェルコマの一切方法。そしたらまたポンプして、その次を出しましょう。3人ともみんな胆囊です。だから胆囊と精神っていうのはやっぱりくっついてる。一応これはポンピングした方がいいんですか？胆囊は、胆囊はあのポンプで取れば、あれが取るわけです。圧力が上がってるから。だから普通のナチュラル再生法とは違うものが取れるわけです。だから一回一回取れなくても、今度最後に続けてナチュラル再生法を取っていけば。必要なことは取るときですよ。今更なんですけど、胆のうの目安って場所の、ちょっと肝臓と胆のうと、場所ですか？場所です。胆のうの下ですよ。胆のうの下、はい、肝臓より、はい。だから肝臓でも、はい、下の人もいるし、はい、肝臓でもあの肝臓の前面と後面で違ってくるしね、はい、内側の方になったり外側の方になったり、はい、あの悪い場所が肝臓と大きいじゃない。だから違うんですよ。だから肝臓の下の胆のうかなと思う人もいるし、だけど胆のうがかなり下ですよ。結構下。だから今日の感じでこう見ると、特効法で全部取っていかなくても精神で出ちゃうと、頭の中のもの出てるとね取らないけど、そうじゃないものはむしろその下の分野のものを取っていった方が実質的には症状はそっちで出るわけだから、だからその最後にまたそこのところを取るためにナチュラル再生法はぜひやっぱり必要なんじゃないかな。それがないとナチュラル再生法をみんな直したつもりだと、やはり波長で出てくるものが違うから、だからいまいちすっきりしないっていうのがあるから、だからやっぱり最後にはナチュラル再生法を必ずやって、それで波動法っていうのは一番いいんじゃないですかね。だから筋膜ポンプが上手になったってことは非常に素晴らしいってことです。圧力が非常によく上げられるようになったから治療がどんどん進むし、その人の悪いところが残ってくるっていうのがよくわかるでしょう。そうじゃなくてっていうと、ソフトブロックだけだとそこまで上がっていかないもん。でエネルギーなしでまたポンプ行くだけだとまたこれ上がり方は全然違う。だけど治んないわけじゃなくて、その人の浅いところ浅いところが治るから、例えば今日たまたま辛いみたいなところはそれでも治っていくわけですよね。だけどずっとそれで苦しんでるってものはなかなか治んないことになるんですよ。でもこれでみんなあれでしょ、自分のやってることがなんとなく少し掴めたでしょ。だから自信を持っていいってことですよ。自信を持ってその作戦をちょっとこう考えれば非常に違ってくると。でかなりその人の本当に悪いところが直せそうっていうのが分かるでしょう。
からあとはスピーディーにどのぐらいできるかですよ。じゃあその時に今日あんまりその直しすぎないようにっていう時には11番をうまく使ってどっか1箇所が残んないようにするっていう残し方だよね。これも結構大事かもしれない。1箇所が出ないような仕様をする。それからもう一つだね、1回の力で1回のコンタクトでどれぐらい深く直せるかっていうものがみんなの腕につながってくるわけですよ。であとは作戦だから、その作戦で何を直してるかっていうのが分かって、そのデモンストレーションがうまくできるようになったらっていうのが、でそのポンプが深く押せるようになると、そのどこが悪いのかっていうのが分かりやすくなるわけです。その深くやるというのはそれだけ集中力が必要なわけです。集中力を繰り返すと脳のいわゆるシナプスができてくるから、脳への血流も増えるでしょ。だから脳の発達、自分の脳そのものは今使ってるところだけじゃなくて関連性のものはみんな発達してくるはずだから、だからシナプスを増やすってことだよね。だからそれ引いてる、ちょっとこう、うん、そのしっかり押そうとすると、はい、動かせるとこう引けちゃう、ね、そう、こうなっちゃうかも。そう、そこのところで持ってったら、そこから背中もっと反らしてごらん、おへそ出してごらん、ぐーっと、そうすると押せてるでしょ。それをもう一度さっきみたいにしてあまりおへそ出さないで、それで肘を伸ばしていこうとすると、そうすると引けちゃうんです。わかりますね、はい、ですからおへそを出して広背筋をしっかり緊張させて体を反らせると、はい、へそを前に出すっていうようなつもりになると、手は引かなくなると、はい、広背筋がぐーっとなるとこうなるんだけど、逆にその広背筋ってへそが前に出なくて、このなんていうの、こういう感じになると前になると手と体がくっついてきちゃう、うん、で引いちゃう、手前に押さないで、だから深くやる練習を今一瞬でやっている。深く押しといて11番押せば、それだけみんなの体力つくじゃない。一旦交代しますか。交代してる。